武藤正敏は、最近、ちょく、テレビに出て、嘘800を、並べる。元の韓国大使だということを利用、聞いている、日本人は、韓国大使ならば、嘘はつかないだろう、と思うね。最悪のネトウヨ番組の、ミネヤ。武藤は、ミネヤの、番組で、韓国の法相の候補に関連して、嘘を、並べたそうだな。武藤、お前は、元の韓国大使として、恥ずかしく、ないのか。豚うんこを当てるぞー、この野郎。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